この後はこの長い髪をバッサリと断髪したいと思います。いざ切るってなると結構怖かったりします。似合わなかったらどうしようってちょっと不安があります。人生初なのでショートカットはまあ似合うことを信じます。ドキドキします。周りは長めでちょっと長めで前下がりな感じで、髪の毛を切るんですけどドキドキするね。意外と前髪も伸びてるんだよ。ドキドキ。切ってます？切ってます。見えるかな。なくなった？わ、聞こえる音が軽くなってきた気がする。あ、ない。ありません。短い。切れちゃった。どんどん変身していきたいと思います。切れてるよ。長い時にこうポニーテールにすれば大体なんかこの辺のショートカットの雰囲気ってわかるじゃないですか。なんか全然想像してたのと自分が違ってびっくりしてます。いい意味です。まさかなんか正直似合わないんじゃないかなっていう思いがあったんですけど、なんかその自分の思うショートカットに慣れて嬉しいです。バッサリ切った時、まあ、全く切られてるって感じがしなくて、でどんどんその形を作られていくのを見て、あ、ショートになってるっていうのが分かって、すごく想像してたショートカットを超えてすごく今嬉しいです。前下がりをすごく憧れてて、ここが一番ちょっと自分の一番のポイントです。早くみんなに見てもらいたいなって思います。